回のテーマは、日本のお花見文化と歴史をどう説明する？と、諸外国、アメリカ、イギリス、フランスのお花見事情についても知っておきましょうです。この動画を最後まで見ていただくと、日本のお花見ってどんなことするの？と、お花見にはこんな歴史があって、と説明できるようになります。さらに予備知識として、アメリカ、イギリス、フランスのお花見事情についても触れておきましょう。ちなみに今年の桜の開花予想はこんな風になっています。皆さんは今年お花見を予定していますか？こんにちは。英語コミュ力テレビの河野優子です。本題に入る前に、私の経歴はこんな風になっています。大手外資系で25年間、世界中の人と人事の仕事をした後で、ビジネス英語とその使い方を個人、法人向けにご提供しています。ユーデミーから異文化コミュニケーションと英語プレゼンデビューの動画教材を発売しています。英語学習、仕事の英語の使い方などご質問がある方は、欄外の質問欄から無料相談のお申し込みができます。今回取り上げることを初めにお話しします。日本のお花見文化と歴史を外国人ゲストやインバウンドにどう説明する？3つあります。1つ目、お花見って何をするの？を外国人に英語で説明する。2つ目は、日本のお花見にはどんな歴史があるの？を外国人に英語で説明する。3つ目は、日本と違うアメリカ、イギリス、フランスのお花見事情についてです。それでは本題に入りましょう。 Let's get started。 日本のお花見文化と歴史を外国人ゲストやインバウンドにどう説明する。1つ目のトピック、お花見って何をするの？大枠から言うと伝わりやすいです。お花見は一言で言えば、桜の木の下に集まって飲み食いするパーティーです。お花見 is a party under cherry blossom treesお花見 is a party under cherry blossom trees。 通地面にシートを広げて飲み食いするために座ります。 They usually spread sheet on the ground. They are seated on it to have food and drink. ちなみに東京で有名なお花見の場所は、上野公園、千鳥ヶ淵、目黒川沿いの4キロの側道あたりでしょうか。新宿御苑はアルコール持ち込み禁止なので、ここに入れませんでしたが、65種類、1000本の桜があるので、一月にわたって様々な桜が楽しめます。個人的にはおすすめ。二つ目のトピックは、日本のお花見にはどんな歴史があるの？を外国人の英語で説明する。お花見はもともと梅の花見だったそうです。梅の花は8世紀に中国から輸入されました。お花見 was originally plum flower viewing in Nara era 8th century. Plum was imported from China in 8th century. Plum tree was imported from China in 8th century. 後に鎌倉室町時代に武士階級が桜の花を楽しむようになりました。Later on, samurai class started enjoying cherry blossom in Kamakura Muromachi era from 12th century through 14th century. ここで何々世紀と言ったのは、外国人の多くは日本の何々時代という言葉には馴染みがないので、何世紀という言い方をした方がわかりやすいからです。その後16世紀に豊臣秀吉が豪華な花見会を何回も開いたので、庶民にも花見が人気となりました。 In 16th century, the governor of Japan held gorgeous hanami parties and it became popular even among ordinary people. それ以降、花見は春の季節行事の一つになりました。 Since then, ohanami has beenOne of the seasonal events in spring. 日本の花見文化と歴史を外国人ゲストやインバウンドにどう説明する？3つ目のトピックは、日本と違うアメリカ、イギリス、フランスのお花見事情です。これを知っていると、日本のお花見の話になぜ外国人が興味を持つのかわかります。そもそもブルーシート広げて桜の木の下でどっかり座って酒盛りするのは日本だけ。諸外国はそぞろ歩きしながら花の写真を撮るぐらいみたいですよ。ただし、桜の花の開花が待ち遠しいのは日本も他の国も同じようです。アメリカの花の名所で有名なのが、ワシントン DC のポトマック川のほとりです。
1912年に日本から送られた桜の木が3000本以上植わっている全米随一の桜の名所です。桜の開花専門のウェブサイトもあって、開花予想日は英語で The Peak Blossom Day という言葉で掲載されています。今年のワシントン DC の桜の今年の開花予想は3月28日から26日だそうです。日本との大きな違いはお酒が飲めないこと。アメリカは指定された場所以外での飲酒ができません。イギリスはどうかというと、ロンドンで有名なのはバタシーパークで、バタシーはロンドン南西部テムズ川の南側にあります。この桜の木も日本から40本送られたものを大切に育てているそうです。意外なことにロンドンには桜の見どころがバタシーパーク以外にもあって、セントジェームスパーク、リージェンスパーク、スイスコッテージ、セントポール大聖堂などがあります。こういった名所以外では日本のように桜がまとまって咲いているのは少ないようです。私もロンドンにいた時、電車の窓から木立の中に桜の花が咲いているのを見たことがありますが、いずれも桜の木がポツンと一本寂しい感じで立っていて、日本の見事な桜並木を思い出してちょっと切なくなった思い出があります。世界各国からの観光客にとっては、日本のお花見で桜の木の下で飲み食いしながら盛り上がるのは自分の国ではできないので嬉しいですよね。テレビの取材でも嬉しそうに缶ビールやワインを片手に買ってきたお弁当を楽しんでいる様子が見られます。昨年春の日本テレビのニュース動画のリンクを概要欄に貼っておきます。諸外国からの観光客が日本でお花見を楽しむ様子が詳しく紹介されていますので、ぜひご覧ください。今日は以上です。お花見の英語での説明とその歴史についてクリアになったでしょうか。動画が少しでも参考になった場合は、高評価とチャンネル登録をお願いします。これを英語で言うと、If you like this video, do the YouTube things. コメント欄も必ず拝見しますので、リクエストやご質問がありましたら、ご記入をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。